バルチスは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、ポルデノーネ県にある人口約300人の基礎自治体。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ、ポルデノーネ県北西部にあるコムーネである。バルチスの集落は、県とポルデノーネの北北西、約27キロメートル、ベルーノの東北東。 約2 7トル、ウーディネの西北西約5 4トル、ベネツヤアの北北東約8 6トルに位置する。ポルデノーネ県外略図隣接コムーネ隣接する。コムーネは以下の通り。BL はベルーの県所属を示す。バルチスの集落はドロミティフリウラーネの山中、バルチェッリーナの海抜4 0 9メートルに位置し、人造湖バルチス湖のほとりにある。 村は山々に囲まれている。コムーネの北に、モンティ・リーセットム、西に、モンティ・クレップヌドウ及びメッサー、南にモンティ・コバーロと、クジェイ・ストラットがある。東方には、モンティ・ラウトやファラを望むことができる。バルチェッリーナ地方の中心に位置するバルチスの地名は、ケルト語のバーグ、またはベルクに由来すると考えられている。こうした起源は、 北部イタリアにある多くの山の名と共通である。古代にはケルト人の居住する村であった。1314年には地滑りにより村が被害を受け、ジェッリーナ側のほとりに村が再建された。1606年には大火にあった。第一次世界大戦中の1916年11月、イタリア王国軍とオーストリア・ハンガリー帝国軍の戦場となった。 第二次世界大戦中の1944年には戦争を原因として村が消失している。1954年には水力発電のためのダムが建設されバルチス湖が作られた。エメラルド色の人造湖はこの小さなリゾート地を特徴づける景観となっている。バルチスには以下の分離集落がある。広域行政組織である山岳部共同体。 フリウーリ西部山岳部共同体を構成するコムーネの一つで、バルチスにはその事務所が置かれている。人口水住民は、イタリア語に次いで、フリウーリ語の西部方言を話している。2007年12月18日に制定された、フリウーリ語の保護と信仰に関する、フリウーリベネツィアジュリア州の州法により、標準フリウーリ語と現地方ことによる地名表記の規範化がなされた。 ありがとうございます。